踏切に入った後に鳴り始める警報音。もし何も見えなかったら何を頼りに進みますか？先月25日午後6時15分ごろ、奈良県大和郡山市にある踏切でその事故は起きました。画面の左端から白杖を持った一人の女性が踏切に向かって歩いていきます。踏切に入って間もなく警報が鳴り出しました。女性は踏切内で立ち止まり、遮断機が閉まる中後ろへと引き返した後、列車と衝突し亡くなりました。女性は大和郡山市に住む視覚障害者の高垣陽子さん。事故に遭ったのは実家で母親と夕食を食べた直後でした。信じられへんのもあるし、私その4日前に会ってるんです。亡くなった次の日に買い物に連れて行く約束をしてて、だからなんか、まあ、信じられへんっていうのと、まさかそんな電車の事故で亡くなるなんてみたいな。高垣さんは20代前半で緑内障を患い、少しずつ視力が落ち失明しました。それでもその後盲学校に通い、自ら資格を取って鍼灸院を開くなど活発な性格の人でした。どこでも歩いていく人やから、だからもう1時間2時間歩くのは別に苦にもならへん。あれだから歩かんな、どこも行けへんからっていうのが、姉ちゃんらみたいに車乗れるわけでもないし、だから歩いて電車乗ってバス乗って行かな、どこも行かれへんからってはいつも言ってたけどね。高垣さんは週に2回、実家に行くためにこの道を通っていました。なぜ事故を回避することができなかったのでしょうか。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。海岸さんです。ゆっくり。辰巳俊弘さん、奈良県の視覚障害者団体の会長を務めています。この日事故が起きた踏切を訪れ状況を確認しました。はい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい、ちょっとここ見せて。あ、これだけか。ごめんね。よし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 。足の感覚を頼りに踏切に入ったかを確認し、道路の端の方を白杖で叩きながら自分がどこにいるのか確認して進みます。そうだ、これもう行くで。分かれへんのもんな。うわ、これ引かれるわ。俺も引かれるわ。前から車来とって、後ろ車来ます。まだ下がります、下がります、下がります。引かれるわ、姉になったら。後ろ上から。いや、 OK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 。挟まれるか、これ。早いか、降りてくるの。早いですね。同じ視覚障害者として当時の高垣さんの状況を想像します。こんな感じですやん。慌ててしまいますやん、なったら。でそこで立ち止まってちょっと考えてた。ほんな警笛とか鳴ってて、もうどっちへ逃げたらいいかもわからんようになってバックしたと。でどこが遮断機のとこ。自分の居場所が分からなくなるという危険と隣り合わせの視覚障害のある人たち。辰巳さんはある対策を訴えます。こ、延長沿いで踏切内も点字ブロックをつける。
ここは歩いたら車気取っても大丈夫でしょ、このぐらいのとこやったら。でここにつけてもらう。ほんであんまり車気にせんと私らはこうやって行けるということです。もしこう天井力がこうちゃんとありさえすれば、迷わずにこう踏切の外に出られたのかなとか。まあ言い切ればそうです。迷わずに出られたかもしれないです。辰巳さんが要望する踏切の中の展示ブロック。国土交通省近畿地方整備局によると、実は関西に4カ所しかありません。その数少ない踏切の一つが大阪府豊中市に。大阪府豊中市の非常に交通量の多い踏切に来ています。こちらにはご覧のように踏切の中に展示ブロックが設置されています。大阪府が2008年に視覚障害者団体から要望を受け、日本で初めて踏切の中に展示ブロックを設置しました。どういうものを設置したらいいかというところが苦労した点で、歩道に設置しているこの黄色い展示ブロックと同じものを設置してしまうと、遮断機が降りたときに踏切の中にいるのか外にいるのかというのが分からなくなってしまうので、警察さんの方が横断歩道に設置しているエスコートゾーンというものがありまして、その規格を順用して設置させていただいてます。国土交通省によると、展示ブロックの設置について横断歩道や階段などには国が一定のガイドラインを示していますが、踏切の中の道に関して明確な設置基準はまだありません。大阪府が設置したエスコートゾーンは通常横断歩道に設置されていて、視覚障害のある人たちが横断歩道から外れずに歩くことができるよう補助するためのものです。設置の費用はおよそ20万円でした。明確なルールがない中で、視覚障害のある人たちの意見を聞きながらブロックを踏切の端に移動させるなど改良を続けてきました。端に寄せたことで歩行者の方多い踏切ではあるんですけれども、人の波に流されずに安心して渡れるとか、スムーズに渡れるようになったとか、車椅子の方もスペースが、平坦な部分のスペースが広くなっているので支障なく渡れるとか、そういうふうなご意見をいただいてます。明確なルールがないっていうことなんですけれども、はい、それをこう各自治体の方としてこうどう思われているのかなと。そうですね、そういう全国的に統一された基準があった方が鉄道会社さんとしてもご協力いただきやすいですし、設置に向けて動きやすくなるとは思います。視覚障害者が亡くなった事故で見えた踏切の安全対策の課題。高垣さんの姉は障害がある人に優しい街づくりを望んでいます。障害者の人がやっぱり住みやすい街づくりみたいな、健常者の人はね、自分らでこう考えて動けるから、住みにくかったら自分らが住みやすいようにすればいい話なんだけど、だから障害者の人らはね、やっぱり耳の人でも耳の聞こえない人でも誰かしらがちゃんとしてあげやんとできへんことが多いから、そこはもうその行政にしろ国にしろできることはやってほしいとは思いますけどね、二度と同じような被害者を生まないためにすぐにできることがあるはずです。